小田原清は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。元外務大臣政務官。大分県出身。父は自衛官。練馬区立北町小学校。練馬区立北町中学校。東京都立富士高等学校卒業。1987年3月、東京大学経済学部卒業。同年4月、富士銀行に入校。 1996年、メルルリンチ証券に転職。2000年、ゴールドマン・サックス証券に転職。2004年、ドイツ証券に転職。2007年、モルガン・スタンレー証券に転職。2010年、第22回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で大分県選挙区から出馬したが、落選した。2011年3月25日から、 東日本大震災で被災した宮城県七ヶ浜町でテント生活を続けながらボランティア活動に従事。2012年の第46回衆議院議員総選挙には東京21区から自民党公認で出馬。選挙区では民主党の長島明久に敗れたが重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、初当選した。当選後、 生は政,政策研究会及び有林会に所属。2014年、東京都知事選挙に際して、舛添陽洋一の街頭演説に自民党所属の国会議員で唯一応援に駆けつけた。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、小田原が1633票の僅差で、長島昭久を破って当選した。2016年8月5日、 第3次安倍第2次改造内閣で外務大臣政務官に任命された。2017年の第48回衆議院議員総選挙では民進党を離党し希望の党決闘に参加していた長島昭久に東京21区で敗れて比例東京ブロックで復活し参戦。ありがとうございます。